浦渡神社は、愛媛県新浜市にある神社である。旧社格は豪社。大山積みの地を主催神とし、大神なり命、高尾命、天摘みかぼし命を廃止する。神門はお式にゆりさん。勘定の時代は未生であるが、大和の時代から神社があったと伝えられる。伊予コロクには、落ち群大三島の内浦渡神社を勘定した。 大三島大山住神社は元浦渡る神社と称し、瀬戸村にあったうんぬんとある。社名式によれば、田島国桁軍来神社、山城国渡五軍、木船神社、伊予国落地軍、大山住神社とあり、与比軍有古交渉の観光巡回期には、席を超え、新居軍、船木明神及び泉川浦渡るの神より、久ぬぎつの神、 神戸祖軍にヌサを建て祭り、うんんとあって、佐抜き種、観光のヌサを建て祭って、参拝の神社であり、大道三年の胸札もある。河野家代代の尊数が厚く、金子敏乏神、松木三河守、藤田大隅守の社殿築造があり、県務、進む王の頃には繁栄の社であったという。天正の陣で陛下にかかり、社殿宝物など消失したが、後に、今の社殿を、 文久2年に再建した。部落別に選出された選手による相撲大会が4月15日に行われていました。昭和8年頃、時の陸軍大将、荒木貞夫閣下が寄進された機会に、東郷新次国鉄総裁のお世話により、荒木大将直筆の優勝旗が寄贈され、その優勝旗を獲得しようと、各部落が競い合いました。 戦後その優勝期がどうなったかは知るよしもありません。神社は、閑静な住宅街にあって、国道11号と新居浜バイパスに挟まれている。浦渡るの森は、大阪木、追松、古桜など繁茂し、境内中央の名勝線から清水が湧き出して、人ののがをなすかのようである。春祭りには、地元中学校である。 新居浜市立泉川中学校の創立記念法のお相撲大会が行われる。これは中学校の年初のクラスマッチと位置づけられている。また、高柳公園とも隣接しており、この公園は新居浜三名園の一つである。境内神社境外神社新星二時にて、星とくんずという。昔、星院定士となり、そこを星の久保という。 死の祠らより山頂ばかり犬の方に当たる。この祠らの身体は、丸木石にて、昔、星印手石となり石という。その石なりという。差し渡し六寸余りもありて、大きさよりは重し。大道三年の胸札あり。大道は、平城帝の世の年号。この外、天禄、大寺、文禄の年の胸札あり。祭神は、 天摘かぼし命。この辺りに、星原市があり、昭和初頭まで栄えていた。昭和57年に新築になった神社境内で、昭和58年に復活をして、子供法の大相撲大会と共に、盛大に市を実施している。毎年秋の新居浜太鼓祭りでは、神社のある、上部地区の太鼓台の内上泉連合太鼓台、下泉太鼓台、 松木堺大古代、吉見土大古代、瀬戸小吹子供大古代、吉見土東新山子供大古代が集合し、宮で、宮入り、書き比べを行い、多くの見物客で賑わう。ありがとうございます。